告白はするんだけれど自分に釣り合っていない女の子にばっかり告白するから振られてばっかりっていうパターンですよね。高嶺の花を狙っちゃダメなんですよ。好きになったことを付き合えるとは限らないんですよ。女の子っていうのは男を見定めるときっていろんな点で評価して点数をつけてるんですよね。無意識に圧倒的に私より下のランクの男だなって思ったらやっぱり断られるんですよ。可愛い彼女を作りたかったら自分自身を磨くっていうことは絶対大事です。筋トレするのがいいです。やっぱり自分がね好きだなって思った子に対してワークするとある程度ね磨いたら自分に釣り合った女の子にね告白するっていうことが大事です。